元チャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。元です。今回はセンターファインダーを制作しました。デザインはあんまりかっこよくはないですけど、細い材と太い材両方のセンター出しができるタイプにしてみました。まあ制作自体も簡単でシンプルなジグなのでそんなに難しくないと思います。それでは制作動画スタートします。
いかがだったでしょうか。まあ、この軸があれば先端出しが簡単になるので墨付け作業も楽になるかなと思います。もしよかったら参考にしてみてください。モトチャンネルではこのようなジグ制作や制作動画、初心者講座などを配信しています。今回の動画がためになったな、面白かったなと思っていただけましたら、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。